E259 系電車は東日本旅客鉄道の直流特急系電車である。2009年10月1日より同社の空港アクセス列車である特急成田エクスプレスで運行を開始した。2010年鉄道友の会ブルーリボン賞第11回ブルネル賞受賞車両。1991年から成田エクスプレスに使用されていた253系 JR 東日本では東京から約70から 80km 離れている成田国際空港へのアクセス特急列車として1991年3月19日より成田エクスプレスの運行を開始し専用車両として253系を開発し運用していた。成田エクスプレスの利用者数は順調に増加し253系も2002年までの間に5次にわたって増備された。一方、成田空港では2005年に並行滑走路の延伸を行うことで、大型旅客機の離着陸回数の増加を図る方針を固め、2010年度完成予定で、並行滑走路延伸の工事に着手した。滑走路の延伸に伴い、年間発着回数が20万回から22万回に増加することで、成田空港の利用者数はさらに増加すると見込まれた。これに合わせるように、2010年には、京成電鉄が営業最高速度を時速 160km とした成田空港線を開業させ、同時に、京成の運行する空港連絡列車、スカイライナーにも新型車両として、AE 型が導入されることになった。折しも253系は、成田エクスプレス初期の車両で登場から20年近くが経過し、機器更新を施行する時期となっていたが、これらの状況から JR 東日本においても、新型特急車両を導入し、成田エクスプレスに使用されている253系を、すべて置き換えるために開発されたのが、本系列である。253系では、外装には白、黒、赤、灰色の4色を使用していたが、内装も、灰色を除く3色の組み合わせとすることで、内外装ともに統一された、成田エクスプレスのブランドイメージ確立を図っていた。本系列の開発に際しては、このブランドイメージを継承しつつ、さらにクオリティの高いデザインにブラッシュアップさせることを目指した。また、日本国外からの旅行者にとっては、日本で初めて乗る特急車両であるという考え方のもとに、日本の文化を感じられる、高品質さと快適な移動空間を提供することを狙った。デザインは253系同様に GK インダストリアルデザインによるもの。2009年にグッドデザイン賞を受賞している。253系では当初3両編成が1つの編成単位となっていたが、その後利用者の増加に伴い中間車を増備の上、過半数の編成が6両編成に増車されている。このため、本系列では、当初より6両編成を基本とし、東京成田空港間では2本の編成を連結した12両編成での運行を行うこととした。編成は以下の通りで、6号車はグリーン車、それ以外の車両は普通車である。成田空港に向かう列車の先頭車は6号車となる。車両デザインは253系に引き続き GK インダストリアルが担当している。基本構造は E653 系の製造以来 JR 東日本の特急車両で実績のあるアルミニウム合金の中空押し出し型材を使用したダブルスキン構造とし、溶接箇所の削減や車体合成の向上を図った。また、型材にカーテンレールと同様の溝を設け、これを利用して、機器や内装品を直接取り付けることを可能にすることで、取り付け工数の削減を図った。床構造は E257 系で採用されたゴム系の弾性材料を用いたが、出入台を含む客室全体にアルミニウム板を挿入し、その上に床式物を敷く構造として、車内の静粛性をさらに高めることを狙った。車体幅は E257 系と同じ 2946mm としたが、車体高さは後述するように客室内に車内情報表示器を設置する関係上、通路部分の高さを確保する必要があることから、E257K より 105mm 高くした。また、プラットフォームとの段差を縮小するため、床面の高さは 253K より 50mm、低い 1140mm に設定した。客用扉は普通車では2カ所に、グリーン車では1カ所に、幅 935mm の片開き扉を設けた。側面窓は連続窓で、窓の高さは 253K の 600mm から 745mm に拡大された。先頭車は 253K から形状を変更し、E351K と同様に連結した際の貫通扉を設けた、高運転台構造とした。連結時には 253K と異なり、営業運行時にも先頭部の貫通扉を使用可能とすることとした上、自動的に貫通ホロを接続する機構や、運転席、メーターパネルの配置などに制約が多かったため、実物大模型を作成の上、視界や機器配置などが最適となるように検討した。そのため他の編成との連結時は、通路を介して編成間の通り抜けが可能である。また、デザインと、機器収納の制約上から、先頭車の車体長は E257K と比較して 500mm、長い 21000mm となった。前面ガラスは3次局面で構成されたグリーンガラスを使用し、前方視認性の確保と日射透過率、紫外線透過率の改善を両立させた。ワイパーは、主ワイパー2本に加え、故障に備えて補助ワイパーを1本設けた。3本あるうちの中央のワイパーが補助ワイパーである。前部標識灯は、ディスチャージヘッドランプとシールドビームの併用とし、後部標識灯は発光ダイオードとした。また、側面種別、行き先表示器は、フルカラー LED 式で、行き先や号車番号のほか、NEX のロゴをアニメーションで流している。前述の通り、カラースキムについては、おおむね 253K から継承しており、ベースカラーは白、窓周りは窓の下辺から屋根の肩部分までを黒とし、屋根全体を赤とした。ただし、253K で窓のない部分に使用されていた灰色は目立つようには使用されていないほか、正面は貫通扉を黒としたほかは、ベースカラーの白としたため、正面に関しては、赤が目立つ 253K と比較して大きく印象が変わることになった。NEX のロゴマークについても 253K から引き続き継承しており、先頭車の連結面側と正面貫通扉にデザインされた。正面は 253K ではワンポイント程度に記してあったマークを貫通扉カバー部分に大きく NEX と対処した。客室は普通車、グリーン車とも開放型客室のみであり、253K で設けられたグリーン個室は設けられていない。客室内は天井を床面から 2305mm と可能な限り高く取り、空調、排気用のダクトは天井には設けていない。これにより、後述の車内情報表示器を設置した場所でも、床面から 2030mm の高さを確保した。天井にはルーバーを客室内全長にわたって通した上で、スピーカーやダウンライトを埋め込んでいる。客室照明は蛍光灯の配置を工夫し、連続した間接照明とした。荷物棚は奥行きを確保した上で高さを E257K と比較して 40mm 下げることで、荷物を乗せやすいように配慮した。253K とは異なり、蓋は設けられていない。荷物棚の先端と下面に空調の吹き出し口を設けたが、下面の吹き出し口については、座席の直上に配置するとともに、風量を個別に調整できるようにした。窓のカーテンは 253K と同様に巻き上げ式、ロールカーテンを採用した。客室内床面は、日本の伝統模様である市松模様デザインとした。床敷物は普通車ではゴム製をグリーン車ではカーペットを採用した。また、グリーン車の室内照明は、電球色の蛍光灯を採用した上、客室内壁を木目調とすることで、253系グリーン車以上の落ち着きとグレード感の提供を図った。客室内の車内情報表示器は17インチ、液晶ディスプレイ2機を1ユニットとしたものを、グリーン車では4ユニット、普通車では中間車に6ユニットと先頭車に4ユニットを設置した。設置場所には視認性に優れた場所を考慮している。この車内情報表示器は、列車の行き先や停車駅案内のみならず、成田空港発のフライトインフォメーションや、首都圏各線の運行情報などを4カ国語で案内するものであるが、液晶ディスプレイを使用した車内案内表示器は JR 東日本の特急型車両としても初の採用となった。このほか屋根上に設置したアンテナで受信した中波放送及び超短波放送の電波を車内に輻射する装置を設けている。また同じく屋根上に WiMAX のアンテナを設置しており、車内の WiMAX 送受信機を通じて無線LANアクセスポイントに接続、車内で公衆無線LANサービス BB モバイルポイントの2サービスに対応を利用可能にしている。2010年2月からはこの WiMAX 設備を前述の液晶案内装置へのデータ伝送にも利用している。座席については黒い表地に赤いシートカバーという外観については 253系 から継承したが、普通車、グリーン車とも両側2人掛けの回転式、リクライニングシートとした。253系では座席を感知レバー式として回転機構を設けないことで座席下の収納スペースを確保していたが、本系列では回転式の座席を使用したため、座席下に暖房機器の設置を行わないことによって、座席下の収納スペースの高さを 250mm 確保した。代わりに、側壁下部に薄型の暖房ヒーターを車内全長にわたって配している。また、各座席とも可動式のヘッドレストを装備したほか、肘掛け先端にはノートパソコンや携帯電話の充電などに利用することを考慮した電源コンセントを設けた。座席裏側には折りたたみ式テーブルと網製のシートバックポケットを設けた。普通車は座席間隔を 1020mm で設定したが、これは253系と同一のピッチである。表地は市松模様の織物とした。5号車には車椅子が固定可能な1人掛け、リクライニングシートを6号車側の出入台脇に配置した。通常の座席は窓側に回転する構造であるが、この座席のみ、通路側に回転する構造としている。グリーン車では、座席間隔を 1160mm に設定し、T 字型の跳ね上げ式フットレストを設けたほか、座席表地を本革製とすることで差別化を図っている。本革は座面と背ずり部分についてはパンチング加工を施して通気性の向上を図っている。荷物置き場客室端部の出入台側には 253系 と同様に大型の荷物置き場を設置した。荷物置き場と客室の間には仕切りを設けているが、仕切り扉は設けていないため、客室内から荷物置き場を直接目視することが可能である。荷物置き場は3段になっており、下段にはスーツケースを縦置きに、中段にはスーツケースを横置きに収納することが可能な寸法を確保した。また、乗客自身が操作するダイヤル式ワイヤ錠を、グリーン車の荷物置き場には24個、普通車では荷物置き場1箇所につき16個設置し、荷物室天井には防犯監視カメラを設置することで、さらなるセキュリティの向上を図った。出入台と各車両の出入台には17インチ、液晶ディスプレイを1台ずつ設置したほか、普通車の出入台には折りたたみ式座席を2つずつ設置した。客室との仕切り扉は幅 1100mm の透明な両開きの自動扉を採用した。客用扉には開閉時にドアが閉まりますと、アナウンスが流れるほか、カモイ部に赤色の開閉表示灯を設置している。トイレは1号車に洋式トイレと男性用小便所と洗面所を、6号車には電動車椅子にも対応する洗面所兼用の洋式トイレと男性用小便所を一つずつ設けた。洋式トイレにはベビーチェアや収納式おむつ交換台も設置しているほか、6号車の便所ではスイッチ式の自動開閉扉を採用した。洋式トイレの汚物処理方式は清水空圧式である。6号車には多目的室と車内販売準備室を設置した。多目的室は車椅子に乗ったままで入室が可能なように出入り口の寸法を 1230mm と広く取った。また、室内の折りたたみ椅子は倒すとベッドとして使用することも可能である。なお、出入台の仕切り扉左側と便所のドア内部には車内の案内のためにフレ地図を設けたが、これはJR 東日本の特急車両では初採用となった。運転台は、機器配置は E351K の運転台と同様に、ラウンド上に操作系の機器と表示系の機器を区分した配置としている。表示機器については E233K と同様のグラスコックピット方式を採用し、アナログ式計器類や表示灯はほとんど存在しない。主管制御機は E233K と同様、左手操作のワンハンドル式を採用した。E233K 以降の JR 東日本の電車では、電気機器や保安装置などを二重系とすることにより信頼性と安定性を確保する方針であり、本系列もその方針を継承している。駆動、ブレーキの制御とも、運転台から車両に搭載されている。列車情報管理システム、タイムズを経由して、インバータ制御装置及びブレーキ制御装置へ、伝送される方式である。制御方式は、カゴ形3小誘導電動機4台を1群とし、1台のインバータ装置で2群の制御を行う、VVVF インバータ制御方式とした。主回路は2レベル式で、インバータ装置の主変換素子はイグブトである。インバータ装置は E233 系3000番台構図、車両センター初期落成車が搭載する SC90 型と同等のものであるが、本系列では床下に空調装置を搭載しており、空調ダクトがある関係で装置の取り付け、金具を長くしたため、天地寸法を 725mm×700mm に縮小した SC90A 型である。主電動機は E531K、E233K で使用している MT75 型と本体が同一で、主電動機冷却用のダクトを車体側に設けた MT75 バイト型を採用した。歯車比は17、96に設定した。最高速度は 253K と同じ時速 130km である。制動装置は回生ブレーキを併用した電気指令式空気ブレーキを常用ブレーキとして採用した。常用ブレーキでは変成ブレーキ力を管理するシステムにより制輪後の摩耗を低減、均一化するようにブレーキ制御を行っている。また空転や滑走が発生した場合は滑走した車軸のブレーキ力を弱めることで再粘着の促進を図った。このほか、勾配線区での速度超過を防止する、そもそも速ブレーキ、降雪時に制輪子と車輪踏み面の間に着雪することを防止するための対接ブレーキ、保安用の直通予備ブレーキを装備した。電動台車は DT77 型、駆動軸のない付随台車は、先頭車前部が TR-262 系、先頭車後部は、TR-262A 型を採用している。いずれも E257K や E233K に使用されている台車を基本とした、溶断パ付け軸両式、ボルスタレス台車である。TR-262A 型台車には、転動防止のための駐車ブレーキを設けた。車端仏馬面には、E257 系と同様の車単ダンパを設け、さらに各車両間には車体間ダンパを設置した。また、先頭車では、新幹線 E2 系、E3 系、E657 系で採用されている空気圧式の動揺防止制御装置を搭載し、乗り心地の向上を図った。終電装置は E233 系に搭載されている PS-33D 型シングルアーム式パンタグラフを3号車のモハ E259 系0番台に1台、5号車のモハ E259 系500番台に2台搭載した。5号車のパンタグラフのうち4号車側の1台は予備である。パンタグラフの折りたたみ高さは地上から 3980mm として中央東線など狭小トンネルのある区間への入線も可能としている。補助電源装置は3小、交流 440V、219馬の容量を有するイグブと素子仕様の東洋電機製造製の大気20系静止系インバータ SC89A 型をモハ E258 型に搭載した。また、多摩数号車には、スクリュー式電動空気圧縮機 MHz3124C1600SN3 バイト型を装備している。空調装置は、各車両の床下に、冷暖房兼用の AU302 型を1機、搭載する。冷房時の能力は 42kW、暖房時の能力は 20kW である。なお、暖房は先述した、側壁下部のヒーターとの併用である。伊豆急行線、川名駅を通過する E259 系、マリンエクスプレス踊り子全車両が、鎌倉車両センターに配置され、253系に、代わって2009年10月1日より、成田エクスプレスの一部運用に投入された。2010年6月までに合計で6両編成22本が投入されたが、この車両数は253系の両数より21両多い。これは、前述の成田空港の発着便数拡大に対応したものと考えられている。2009年10月の運行開始までに10本が、導入され、2010年6月7日には、近畿車両から NE02 に編成が、公衆輸送されたことで所定の6両編成22本、計132両が揃った。2012年12月1日からは、臨時列車、マリンエクスプレス踊り子としても運用されることとなった。特急料金は、スーパービュー踊り子と同じ A 特急料金が適用された。こちらは2020年3月8日をもって運行を終了した。2014年7月26日から土曜、休日に限り、成田エクスプレス定期列車の延長運転の形で、富士急行線河口湖駅まで入線していた。当初は3月から11月の期間限定だったが、好評につき2015年から通年を通して運転されるようになった。2019年3月16日のダイヤ改正から特急、富士回遊の運行開始に伴い、2019年3月10日をもって運行を終了した。2020年11月 27.28 日には、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、成田エクスプレス減便とこれに伴うテレワークの需要増加を受け、JR 東日本が統計式を両国駅の3番線に留置させ、車両内でのテレワークを行う実証実験を行った。ありがとうございます。